こんにちは。こんにちは。ゆたかさん、顔を上げてください。はい。はい。まあ、ちょっとね、自粛期間がまた5月の終わりまでって、まあ、伸びたじゃないですか。で、それに合わせて、ちょっと NPB の方でも、ちょっと6月の開幕、予定していた開幕が、ちょっと、絶望的になって7月開幕っていうのが有効なのではないかっていう情報がここになって入ってきまして、まあ、そうだね、やっぱりこう調整期間とかさ、チームで、はい、チーム単位でもう一回こう確認作業だとか、うん、いろんなことするのに約1ヶ月欲しいって要望出してるよね、開幕するにしても、はい、今年に限ってルールを、まあ、変更したりとか、まあ、なんかやっていった方がいいものっていうのが出てくると思うんですけど、ちょっと今シーズンに限って、もし豊さんが例えばなんか全部の権限を持っていて、ルールを、もし豊かルールというのをできるんであれば、ちょっとどういうものを今シーズンに当てはめていくのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、まあ60試合ホームやらなきゃいけないっていうんであれば、うん、もうダブルヘッダーだよね。そうなってきますよね、うん、だからダブルヘッダーをやらないと、うん、消化 していけないよね、これはね。ダブルヘッダー何試合ぐらい出てくるんですかね、そうなってくる。何試合ぐらいかな、まあ、10試合ぐらいやったら20試合消化できる。そうなってくると、まあ、1ヶ月分ぐらいはダブルヘッダーで補えるかなと思うけど、はい、選手の負担が大きくなるよね。いや、そうですね。昔でもダブルヘッダーって、うん、本当にその主要どころでしかなかったじゃないですか、まあ、2試合とか1試合とか。いや、もう消化ゲームだもんね、それもね、ダブルヘッダーやるっていう状況になってくると。でも10試合とかになってくると、うん、これどうなるんですかね、選手の負担って。いや、だから、まあ、25人のベンチ枠があるよね、はい、で登録が今年から8人から9人になったのかな。うんうん、だからこの登録者数をもっと増やすという、はい、でベンチ入りももっと増やしちゃう。例えば何人ぐらい。いや、だからまあ30人でもいいよね、ベンチ入りが、うんうん、ベンチ入りが野手も増えるし、うん、ピッチャーも入れ替えが効くし、うん、ダブルヘッダーの時にね、はい、だからそういうふうに25人とか、うん、登録が29人とか、うん、そういうのにはもう縛られない方がいいと思うよね、今年の場合は。もう人数制限をそったと。そしたらダブルヘッダーもやってもいいと思うけどね。ダブルヘッダーって、うん、その1試合目と2試合目ってどのぐらい休憩時間って何時間かあるんですか、やっぱり 3,4 時間ぐらい。俺らの時はね、うん、3,4 時間ないよ。 3,4 時間あったらもう1回やり直しだから体を作ったりとか。あ、ま、そっかそっか。30分ぐらいしかなかったと思うけどな。30分でもう1回9イニングやるんですか。いや、だからピッチャーだけ変えればいいっていう風な感覚だからさ。やっぱそうですか。野手も大変じゃないんですか。いやいや、でもね、一呼吸入れて、はい、ね、おっこらしょってじゃあやるかっていうことにはなんない、うん、もうやるんだったら続けてやってくれと思う。もう休憩あんま入れずにっていう。そう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 。逆にピッチャー中継ぎとか抑えとかっていうのはどうなってるんですか、うん、このダブルヘッダーの時。いや、それは大変だよね。1試合の時もつれたらさ、はい、まあ、例えば、なんていうの、もう一回肩作ったりとか、うんうん、いろいろやらなきゃいけないし、はい、そしたら2試合目の時にもう疲れちゃうとかさ、はい、で延長なくして、うんうん、今年はタイブレイクで決めるとかね。あ、もう延長はなく9回同点だったら10回からもうタイブレイクで決める、はい、勝敗をつける、うん、それかもう9イニングで引き分けだったら引き分けってやっちゃうか、もう延長今年はなしなしにしてってことですよね。そのやっぱり時間的なものもやっぱコロナもあるので、もちろんもちろん、うん、でもそれが嫌だったらもう10回からタイブレイクを使うとか。あとこれダブルヘッダーになった場合っていうのは予告先発って、これ2人先発予告するってことですか、前日に。あ、まあそれでもいいと思うよ。おお、あ、それによってじゃあ大谷もいいのか。でローテーションも大変だと思うよ、そうやったら。1日に2人先発ピッチャーを使うっていうのは、はい、中何日か絶対開けなきゃいけないっていうものもあるから、はい、それはもう大変だと思うけど、うん、だから登録者数をもっと増やせばいい、うんうんうん、ベンチ入りとか、うん、まあ、そういう変革、まあ、改革っていうか今年の場合に限りはね、はい、
まあ、いるかなっていうふうに思うよね。うん、あとその7月開幕っていうふうになると、もうオールスターが絶望的、まあ、今でファン投票、まあ、この時点でしてないので、ちょっとオールスターがもうないんではないかって言われてるんですけど、うん、これに関しては豊さん、でも、うん、オールスターってさ、一堂にスターがね、うん、集まって、それをこう楽しめるわけじゃない、はい、見て、うん、でもこういう時だからこそ夢を与えて、うん、それは選考は難しいと思うけど、うん、そのチームの代表とされるスター選手を集めて、うん、試合をやってもいいし、うん、なんかこういう時だからこそ社会貢献に一役ね買うというか、うん、一役貢献するというかね、まあそういうような形でなんかやってほしいなっていうふうには思うけどね。うん、まあそれはもうただ1試合でも、うん、いいしっていうことですよね。1試合でもいや1試合でいいと思うよ、うんうん、いやだからこれは推薦今年の成績がとかじゃなくて、うん、その選手の代表が集まって、そういう1試合でもいいから試合をやり、なんか世の中に向けてメッセージを残してほしいなっていうふうには思うけどね、うん、俺はね、うん、で逆にその、うん、そっち大変だけどね、もちろんもちろん日数的な、ね、ものも絶対あると思うので、確かにオールスターなくなる可能性ありますけれども、でも気持ちはオールスターあるとやっぱり元気になれるっていうことですもんね。まあそうだね、うん、一堂にみんなの顔を見れるっていうのはさ、うん、それぞれ各球団のファンの方もたくさんいらっしゃると思うけど、はい、でもそれもなんかプロ野球の楽しみの一つかなっていうふうに思うよね。もう交流戦もないわけだから。そうですね、だからなんかそういうイベントでみんなが一堂にこう顔を見れるというイベントっていうのは、うん、なんか必要な気はするけどね。今度じゃあ日数的なものでいうとクライマックスシリーズとか日本シリーズっていうのは、これ今年豊さんだったらどういう風にしていきたいですか。まあ直結日本シリーズでいいよね。 CS いらない、いらない、うん、やっぱり CS って時間がかかるもん。うんうん、日数が取られる、試合数の割には、うん、だから俺は優勝チームの直結でいいと思うし、うん、その間に、うん、なんか俺はカップ戦をやった方がいいかなと思う。あのトーナメント方式のみたいなあれですか。そうそうそう、もうみんな12球団で抽選をしてどこと当たるっていう、はい、あもうセパ関係なくっていうことですね。関係なく、うんうん、いきなり巨人とソフトバンクが当たるとか。おお、で勝った方が関係なく、もう上に行くって。はい、もう超短期決戦ですね。まあ、超短期決戦だから勝ち点制で3試合やって2勝した方が勝ち上がりっていう。あ、そういう感じで、うんうんうん、そういう感じで、なんかそういうカップ戦もなんかちょっとこういう 時だからこそ12球団が集まってどういうふうにやっていくっていうのをさ、うん、なんか見たいような気がするよね。そうですね、まあ、まあ異例ですけど今後こういうことって見れないわけなので、今シーズンに限りだったらそれはそれですごい面白いルールなのかなっていうふうに今、まあね、だからまあ急にはできないかもわかんないけどさ、スポンサーの関係とか、うんうんうん、いろんな関係があるからね、あくまでこう 夢があるなっていう。まあ、そうだね、うんうんうん、だからドームが2つあるとこら辺がいいよね。あ、例えば日程的に来ると困るから。そうですね、天気で。だからまあ西武ドームと東京ドームを使ってみたいな、2会場でこう山に分かれて、うんうん、そこでやっていく、はい、そう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 、移動がないですもんね、それをした場合は。そう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 、あ、まあ、移動はね極力やっぱね気をつけた方がいいよね。いや、そうですよね。で、移動といえば、だって例えばパリーグセリーグじゃなくて、例えば西日本と東日本での地域で戦うとか、その中で今年はとか、まあ、それもありだよね、うん、移動を避けるためにも、うんうん、まあ、プロ野球っていうこの組織を考えたらさ、はい、まあ、セパに分かれてるけど、それをごっちゃにして、うん、もうどっちかに分けちゃって移動距離もなくしちゃって、うん、プロ野球の試合を楽しんでもらうというかさ、うんうん、今年は公式戦というわけではなくて、ね、そうですね、まあ、公式戦にはなるけどね、うんうんうん、公式戦にはなるけど、公式戦っていう風に名を打たないとさ、うん、あ、収入を取れないんだよねやっぱりね。あ、だから、まあ、オープン戦も取れるけど、これそれを無観客でやるのか、うん、入れるのかっていうのもありますしね。
いや、入れるとまたクラスターとかさ、オーバーシュートっていうかさ、そう、うん、そういうふうに危険性がまだまだ残されてるからね、なかなかやっぱお客さんを入れるっていうのは厳しいかもわからないよね、うん、まあでもなんか今シーズンに限りやっぱり例えばね、そのベンチ入りの数をちょっと増やすだったりとか、なんかいろいろこう柔軟にこういう時だからこそちょっとできることも、うん、まあ、夢のような話ももちろんありますけれども、なんかそういうふうにやっていってもなんかいいのかなっていうふうにちょっと話を聞いて思います。まあ、そうだね。あと、あの、見ている視聴者の皆さんがこんなこと、今年に限ってこんなルールあったらいいんじゃないかとか、今年に限ってこういうの見てみたいとか、どんなの見たいかだよね。そう、皆さんどう思ってるのかなっていうのをすごい率直に聞きたいなっていうのがあるので、なんかコメント欄に書いていただけるといいですね、そういうの。そうだね、うん、やっぱりあのみんなの夢を託す職業だからね、うん、プロ野球って。そうですよね、だから忌憚な意見を聞きたいよね。はいはい、ぜひちょっとコメント欄に、はい、書いていただけると嬉しいです。はい、はい、どうも。